インド種目ザメは、軟骨魚津なメジロザメメ種目ザメ科に分類されるサメ。インド太平洋西部の熱帯域で見られ、東は、ペルシャ湾から、東南アジア一帯、ニューギニアクイーンズランド州北部、北は台湾、南は、西オーストラリア州のモンテベロ諸島までに分布する。最大全長186センチメートル。東部のセファロファイルは細長く、 少し後退角がついている。頭部の幅は全長の40から50%に達する。フンはセファロファイルより少し前に突き出す。長大なセファロファイルの機能については様々な仮説が提唱されている。本種のセファロファイルは長すぎて他の種目ザメのように水中での運動性を高めるために用いるのは困難であると推測される。 各鼻孔の前方にも流気がある。鼻孔は、口の2倍程度の長さで、セファロファイルの前縁に沿うように位置している。目は丸くて、窓科目を備え、セファロファイルの前方の角に位置する。口は、比較的小さく、方を描く。片側の歯列は、上顎で15、16、下顎で14で、顎の中央には1列の、小さな成中馬があることもある。 角波は小さくて円は滑らかで、三角形の傾いた、先頭を持つ。エラ列は五体で、第五エラ列は、胸びれの基部に位置する。体は細く流線型で、第一背びれは鎌型で細く非常に高い。胸びれ、第二背びれはこれより、かなり小さい。第一背びれは、胸びれの規定の上から、第二背びれは尻びれの規定の後ろ位置、3から起死する。 尻びれは第二背びれよりもさらに一、二程度長い。小柄の背面には尾ひれの基部から前方に溝が走る。尾ひれ上用は下葉より長く公園の先端に血骨を持つ。皮膚は重なり合った皮場に覆われ、各皮場には公園の巨子に続く三本の隆起線が走る。背面は肺褐色から肺色、覆面は開白色。 ヒレに、模様はない。1785年、ドイツの博物学者、マルクス・エリエゼル・ブロッホは、スコリス・キシギーナの一個体を記録した。1817年の、動物界において、フランスの動物学者ジョルジュ・キュビエは、ブロッホの記録した個体に、ゼットノブ、ブロックイの名で言及し、白種目ザメとは別種であることを明らかにした。キュビエは本種に、 適切な学名を与えなかったが、1822年に、アシル・バランシエンヌが別の標本を記録した時には、キュビエを命名者とする形で、キシギーナ・ブロック・イノービスの学名が用いられている。1862年、テオドール・ギルは新たにユース・ピラ族を設立し、本種を含めた。この名はギリシャ語の EU ス・フィアラに由来する。だが、当時の専門家は本種を、それまで、 同理種目ザメ族に含めることを好んだ。ユースピラ族は1948年にヘンリー・ビゴロとウィリアム・シュローダーにより復帰され、1979から1988年にレオナルド・コンパーニョによってさらなる分類学的研究が行われた。だが現在でも本種の学名はスファーナ・ブロックイとされることがある。種目ザメ科はメジロザメ科と近縁である。 かつては、最初にワシ種目ザメのようなセファロファイルが小さいグループが出現し、その中から本種のような、長大なセファロファイルを持つ、派生的なグループが進化したと考えられてきた。だが、アロザイムムトドナ、各 DNA を用いた分子系統解析からは逆の結果が得られ、本種やヒラ種目ザメのような、長大なセファロファイルが先に進化したと、 考えられるようになっている。分子時計からは、本種が他の種目ザメ類から分岐したのは、1500から2000万年前の中心予であると推定される。ファウナオブブリティッシュインディアのイラスト。非常に長いセファロファイルを持つが、その機能は不明である。主に大陸方に沿った沿岸部に生息する。主に海底近くで獲物を探す。 最も多く捕食するのは小魚で、次に、甲殻類、糖足類が続く。寄生虫として、常虫のカリトラリンクスブロックイヘテロニバリニア、ヘテロモーフィーオトバートリウムカーカーディーズオトバートリウム、ミュージリスフォーリボットリウムプリエンシスヒロボットリウム。ブロックイ、海中のヒステロサレセウムガネシスウドニソッキーズ属の一種。 ラプヒダスカローディーズブロックイテラノバ族の一種、ウオジラミ族のカレガスファーカイジタイファー、アイメリア族のエーメリアキシギーニーが知られている。繁殖様式は耐性。制御メスは右側の卵巣のみが機能するが、子宮は両側が機能する。妊娠中は胎児1個体につき1個の仕切りが子宮内に形成される。ムンバイ周辺では、交尾は モンスーン期の7から8月に行われ、オスはメスに噛みついて、交尾を促す。メスは、毎年繁殖する。妊娠期間は、インド西部では8、9ヶ月、オーストラリア北部では10、11ヶ月になる。妊娠中のメスは互いに争うことが報告されている。1回に6から25匹の稚魚を産む。他のサメと同様、初期の胎児は卵黄によって成長する。 4.0から4 5トルになると、セファロファイルとヒレの形成が始まる。12から1 6ートル頃に卵黄をほぼ使い切り、卵黄の音子宮壁にヒダが生じ始める。その後、このヒダは結合して胎盤となる。この時点では、胎児の発達は完了しておらず無色ではあるが、生態の基本的な特徴は備えている。セファロファイルは、 体に沿って、背中側に折りたたまれ、エラ列からは長い外エラが突き出す。20から29センチメートルになると、胎盤の形成が完了し、最初の葉、皮葉が生え、皮膚に色素が現れ、外エラが縮小を始める。30センチメートルになると、姿は、生体とほぼ同じになる。出産は、 ムンバイとパランギペータイ体では5の6月、マンナール1では3から4月、オーストラリア北部では2の3月に行われる。胎児は、尾から先に生まれ、総排泄孔を抜けるまでは、セファロファイルは折りたたまれている。出生時は32から47センチメートルで、オスは1.0から1.1メートル、メスは1.1から1.2メートルで、生成熟する。 寿命は最低でも21年。人間には無害だと考えられている。漁業による乱獲により、生息数は減少している。オーストラリア北部では、漁獲量が少なく、漁具の規制などによりもに絡まる例も減ったことから、個体群単位での絶滅の恐れは、低いと考えられている。分布域の大部分で、刺し網、地引き網、針網、ハエナは、 釣りなどによって漁獲される。ヒレが、フカヒレとして、アジアに輸出されるほか、肉は食用に、肝臓は肝油、アラは魚粉に加工される。ありがとうございます。